8月28日金曜日のゲリラ豪雨情報をお伝えします。こちらは本日いただいたリポートになります。大阪府からいただいた雨の強まっている動画リポートです。このように局地的に雨雲が広がることで雨の降り方が強まったり雷を伴っている地域も見られておりました。明日の雷雨発生確率を見ていきましょう。明日は中部の特に山沿いの地域を中心に、また東北の山沿いのエリアでも雷雨発生確率が高くなっています。では実際に雨雲の様子を確認していきましょう。17時以降の様子を見ていきますと、中部エリアの内陸山沿いの地域、また一部ですね、東北エリアの山沿いを中心に青色、降水のエリアとなっています。その他見ていきますと、中部エリアも太平洋側の地域や近畿、四国、九州においても雲が広がりやすいです。こちらは湿った空気が流れ込むことで雨雲が発生発達していくようなエリアとなっていきます。西日本から東日本、東北も山沿いを中心に天気の急変にご注意ください。以上、ゲリラ豪雨情報をお伝えしました。